ギター初心者でも絶対一曲弾けるように僕がしっかり解説していきます。おはようございます、カズキです。今回は今聴いてもらったギターフレーズを誰でも弾けるように弾き方のコツを丁寧に解説していきたいと思います。この曲のタイトルはバスケットケース。アメリカのパンクロックバンドグリーンデイの代表曲であり、もう世界的な名曲です。昔からギター初心者の方が基礎テクニックを練習する曲としても大定番ですね。歌メロもめちゃくちゃキャッチーでかっこいいので、まだ聴いたことないよっていう人はぜひ YouTube で検索してみてください。今回はこの曲を一緒に練習していきましょう。ただ一つ注意点として、この曲はねちょっとだけテンポが速いです。ギターを買ってからまだ1曲もコピーしたことがないんだっていう人は、先にこちらの曲を練習していただくとよりやりやすいかなと思います。こちらの動画でも丁寧に解説しているので、初めてギターを弾くんだっていう方は先にこちらを覗いてもらえると嬉しいです。それでは今回はグリーンデイのバスケットケース楽しんでいきましょう。まずはギターのチューニングからしていきましょう。この曲は半音下げチューニングといって、通常のチューニングからは全ての弦を半音下げます。なのでこの音に合わせてください。もしチューニングのやり方がわからないよっていう人は、僕のこちらの動画を見ていただけるとわかりやすいと思います。それではこのチューニングで早速ギターを練習していきましょう。最初のフレーズはこちらですね。いきなりなんですけど、正直ね、ここのフレーズが一番難しいです。もう大きな山がね、一番最初に出てきちゃうんですよね。でも逆にここを乗り越えれば、あとはスッと弾けるようになるので、最初だけちょっと頑張りましょう。ここではブリッジミュートというテクニックが使われているので、そのやり方を解説していきますね。まずですね、ギターのこのパーツ、ブリッジって言うんですけど、このブリッジと弦の間のところ、ちょうどこの部分に注目してみてください。このあたりに手のこっち側の側面、まあ手動部分って言うんですけど、それをね、こんな感じで置きます。こんな風にチョップをするような感覚でこの部分に手を置くんですよね。でこの状態で低音源をピッキングしてみると、こんな感じで迫力のある音が出せます。何もしないで弾くとこんな感じなんですけど、ブリッジミュートすると迫力が出ますよね。ただですね、右手をあんまりこっち側に置きすぎると、こんな感じで全然音が出ないので注意してください。弦とブリッジのちょうど境目あたりに手を置きます。はい、それではこの状態でタブ譜で PM って書いているところだけブリッジミュートをかけて弾いていきます。はい、こんな感じで弾いていくんですけど、これ何が難しいってね、めっちゃスピードが速いんですよ。もうこんなスピード。なので初めのうちはすごく右手が痛くなってくると思います。うおー、これ以上早く動かねえ。でそれを乗り越えるために必要なコツが2つあります。まず1つ目はですね、右手の力を抜いて演奏するということ。慣れると一切力まずに弾けるようになります。で肘からこうやって動かすんじゃなくて、こんな感じで手首を使ってあげることで力が抜けやすいと思います。そして2つ目のコツは、そもそも力を抜いていても弾けるぐらい遅いテンポから練習するということです。もういきなり原曲のスピードで弾けるよっていう人はまずいないと思うので、最初は自分が弾けるぐらいゆっくりのテンポでやってみてください。こんなんで大丈夫です。でこれをね、毎日少しずつ速くしていけば、だんだんと元の速さで弾けるようになっていきます。ここは焦らずに気長に練習することが大事ですね。それではそれを踏まえて次のセクションに行ってみましょう。さてここからはコード進行がちょっと変わって、急に盛り上がっていくパートに入ります。特にブリッジミュートが終わった後のこの部分、
すごく爽快感があってテンション上がりますよね。右手の振りを大きくして勢いよく弾いていきましょう。ただここで注意してほしいことが一つだけあって、右手を大きく振るときは左手でしっかりと4弦ミュートをしておきましょう。余計な弦を鳴らしてしまうとすごく響きが悪くなっちゃいますよね。この押さえてる3本の弦以外は弾かないようにします。まあどうするのかっていうと、この5弦を押さえている人差し指、この人差し指の腹の部分を使って1弦と2弦に軽く触っておきます。これで1弦と2弦を弾いても余計な音が鳴りません。そうしておくと心置きなく右手を大きく振ることができます。余計な音が鳴りませんよね。さてここは間奏が終わってまたボーカルが入ってきたっていう部分ですね。ミュージックビデオでいうと1分3秒から1分25秒のところです。まあ基本的に最初の A メロ1のコード進行と全く同じなんですが、パワーコードの代わりにオープンコードを使ってたりもします。こういうやつですね。そこの切り替えさえうまくいけば特に難しくはないので着々と覚えていきましょう。ちなみにこのパターンを覚えてしまえばもうこの曲はほとんど弾けたも同然です。あとはほとんどこれの繰り返しなので安心してください。それでは次のフレーズ見てみましょう。実はここも最初に B メロ1として弾いてたとこと全く同じコード進行なんですよ。さっきはブリッジミュートで弾いてました。それが普通のコードストロークに変わったって感じですね。全く新しいことは出てきません。ちなみにここまででミュージックビデオでいうと1分55秒まで終わりました。それでは次のフレーズを見ていきましょう。はい、ここの最初に、まあ、C メロと言ってもいいのかわからないぐらい短いんですけど、一応新しいフレーズが出てきてます。ブリッジミュートをかけて徐々に盛り上げていくフレーズですね。いやーここ最高にね、弾いててテンション上がります。でこの後はもはやおなじみ A メロと同じコード進行を弾いています。この曲は本当に同じコード進行を繰り返してるだけなのでとても楽に覚えられますよね。ミュージックビデオで言うと2分22秒までが終わりました。はい、ここで最後の B メロです。 B メロ1と同じようにブリッジミュートで弾いていきましょう。コード進行は繰り返しです。はい、この最後の新しいフレーズはちょっと難しいですね。最初のコードは薬指で5弦の7フレットで、中指で4弦の6フレットを押さえて、で1弦から3弦は人差し指でこうやってミュートしておきましょう。この状態で弾きます。で次のコードは普通にパワーコードを押さえてもらって、で小指で音を動かすっていう感じです。
最後にこの2つの動きさえ覚えればこの曲は完成です。はい、お疲れ様でした。これで解説は終了です。本当にね、最初のコード進行だけ覚えてしまえば、あとはもうそれをひたすら繰り返すだけで弾けるので、覚えることに関しては結構楽な曲です。まあブリッジミュートは結構早くて大変なんですが、毎日少しずつテンポを上げていきましょう。それでは最後にお知らせがあります。僕は初心者ギタリストを全力でサポートするコミュニティ、カズキのギターサークルを運営しています。ここだけで見られる限定のレッスン動画を公開していたり、僕に直接ギターの質問をすることができます。 YouTube よりももっと詳しく解説しているので、気になる方はぜひ下の説明欄から詳細を確認してみてください。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。